魅惑のパリは1957年のアメリカ合衆国のミュージカルコメディ映画。監督はジョージ・キューカー。出演はジーン・ケリーとミッチ・ゲーナーなど。第15回ゴールデングローブ賞で作品賞と主演女優賞を受賞したほか、第30回アカデミー賞ではデザイン賞を受賞した。黒沢明の映画、ラショーモンと同様に一連の受賞が、 複数の登場人物それぞれの視点で語られる形式である。元踊り子で現在はジェラルド連教の夫人となったシビルがかつての仲間だった元踊り子アンジェルに名誉毀損で訴えられる。理由はシビルが自分の踊り子時代を綴ったロ露本にアンジェルについて事実無根の内容が書かれているからというもの。裁判でシビルとアンジェルの主張は真っ向から対立する。 シビルは、アンジェルが、現在の夫ペエールと婚約中だったにもかかわらず、座長でダンサーだったバリーと恋仲になり、三角関係のもつれで、ガス自殺を図ったと主張。一方アンジェルは、バリーと恋仲だったのはシビルであり、ガス自殺を図ったのもシビルであると主張する。そんな中、三人目の証人としてバリーが現れ、シビルの主張も、アンジェルの主張もどちらも正確ではないとし、 シビルと結婚したい、連協と、アンジェルと結婚したいピエールと三人で結託していた、事実を明らかにする。それはバリーが重い心臓病を患っているふりをする、ことで、かねて、より思いを寄せていた踊り子ジョイの気を引き、一方シビルとアンジェルに対しては、重い病のバリーを休ませるためという理由で一座を、彼女たちの意思で、自発的に解散させることで、 結婚に至らせようというものだった。まんまと騙された3人とバリーの4人は、さよならパーティーを開く。そして、バリーは、守備よくジョイを、自分の部屋に連れ込んで二人きりになるが、なかなか自分になびかないジョイに、病気のふりをしていた事実を喋ってしまう。怒って出ていくジョイを追って、パーティーをした部屋に戻ると、そこには、ガス管が外れたために中毒になったシビルとアンジェルが、倒れていた。 二人を病院に連れて行き、そのまま別れたが、そのことで二人が、どちらも相手が自殺を図ったのだと思い込んだのだろうと、バリーは証言する。裁判は、アンジェル側の国訴取り下げで終了し、シビルとアンジェルは仲直りをする。そんな二人を横目にキトにつくバリーが乗り込んだ車には、バリーの妻となったジョイがいた。しかし、ジョイは一連の裁判で明かされたシビルとアンジェルの、 話があながち嘘ではないのではないかとバリーを冗談めかして責める。三者三様の物語の何が真実かは当人の溝知る。ロッテントマトズによれば発件の評論のすべてが高評価で平均点は10点満点中7.4点,点となっている。ありがとうございます。